みんなラバー。こんにちは。今日は？今日はなんとサンチャウンのインスタにやってきました。ここでサンチャウンの美味しいビールをちょっと一杯飲んで。オフで。はい。今日はオフで。一杯パーッと行きたいなと思います。早速中。はい。で中はウィンスターさんの中はバーベキューがメイン。はい。こういうね。バーベキュー。なんか好きなのを選ぶんですよね。そう、好きなのをちょっとずつ選んでいって、なんかザルをもらうんですよ。そのみんならばザルをもらって、で焼いてもらって、それをつまみにこの広大な店内でビールを楽しむ。外の方がいいかな。そうです、うん、だから外に座ろうかで、じゃあここの席にしますか。はい、こんにちは。ありがとうございます。ミャンマー、じゃあミャンマービールをね頼みましょうね。拭いてくれます。ただ、そう、ただ拭いてくれます、ありがとう。こういう丁寧なサービスはね、いいですね。せずば。なんかミャンマーの人は昔は。こんな明るい時間から飲まなかったらね。なんか7時とか8時ぐらいに飲み始めるのが定番だったんだけど、今はもう5時から。5時から飲めて幸せですよね。めっちゃ幸せ。しかもミャンマーで、すごいドラマから店ですね。ここウィンスターさんのね店内。あ、OKOK、椅子ちょうだい。来たよ。あ、違った。お隣さんだった。喉乾いたね。なんかインスタの瓶が消えてスターだけになってる。あれミャンマーっぽくないですか。そうだね。あ、来たかな。来ました。これ一杯いくらかな。ペラルで900ちょっとです。グラスも冷えてますよ。ジュースよりも何よりも水よりも水よりも安い。じゃあミャンマービールで、はい、乾杯。デザインもすごいじゃないですか。うまそう。美味しい。マンダリンも。はい、いただきますね。飲んでください。